ってきました。戻ってきてない、岩国までやってきました。これ岩国って、岩国はもう山口だっけ、よく分かってんねんだよな。でこっからね、どういうかですけど、徳山方面、41分じゃない、下関方面に行くやつは16時、時は16時5分までないのか、20、30分近くない、行かないのか。じゃあちょっと駅前見るか、それかいっそのことも岩徳天に乗ってやるからですよね。一回出るか。で、ちなみに岩徳線だと51分に出る。いっそのこと岩徳線乗ってるか、うん、別に徳山まで行きますもんね。そっから先は相当大変そうですけど、よし。藤川青柳線が0番通りまでなってんだ。へえ。な感じですね。へえ。あ、すいません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、すげえ。でここまで広島のね、新しい列車が来てますけど、誰かに西川青柳鉄道か、こっからまた国鉄間に逆戻り、山陽本線の方でも真っ黄色ですもんね。どうかな、岩徳線で行くと相当かかるでしょ、石破国経由だと。あ、でも単純に行くとそっちの方が短いのか。まあせっかくだし、こっち前来てんし、岩徳線乗ってみるか。さすがに西川青柳線で、ターミナル攻めたりしません。もう回転もこれもしやくなりますもんね。山行きが、15時50分な。よし、ちょっと駅前チラッと見てみるか。あ、でかい。まあまあ岩国も大きい町ですもんね。へえ、こんな感じなんや。めっちゃ開放感あんね。へえ、なるほどね。結構いろいろあるんだ。野菜ジュースね。あれ何の自販機だ。とかこれ売ってんだ。これパンとか売ってるやつですね。よ。ちゃんとした切符売り場、切符売り場あるんですね。おもろいな。
怖いもの見たさで。200円から売ったの。何の記念か分からんけど。じゃあ、で買いの？めっちゃパン買うやつやん。おお、出てくるわ。シュークルやな。なんで？わざわざこんな置いたやろ。ああ、ほんとだ。入ってるわ。で、中開けたら、まあ、回数券とか、やっとわって入ってたんですけど、これは片道でね、こんな感じで。通用等、等便券。へぇー。あれ、からを、ん？上からね、ああこういう風にしてね、まさかこれ用にカスタマイズしてあるんだ。郵便ポストとかであるね、あのパターンで買えるんだ。200円、なんか空港の方に行けるようなあれってなっとったけど、まあさすがにね、今から乗っていくとあれなんで。これは記念の品にしときましょうか。まあ一応地元コートに貢献はしてるでしょ。売り上げにはなるはずですからね。まあ旅の記念になるからいいですね。言うて200円やったらそんなに痛い出費ではないですからね。いくら貧乏旅とはいえ、ね、200円で思い出書いたらそれは全然思ってませんよ。思い出じゃなくて今頭の中で取れ高って変化もしてませんからね。あ、でもちょっと雨当たってきた。まあ、だいぶちょっと当たってきた。ここはパン屋さんがあって、ここ商店街いろいろあるんだ。いろいろあるわ。すごい広い。これ回っとったら絶対間に合わんな。よし。あ、卵焼き。居酒屋かな？招き猫とかがあるんだ。ちょっと当たってきたし、岩国は岩国でまたちょっと面白そうですね。ここは泉百貨店的なものがあったのかな。もうなんか閉店して久しいという感じになってますけど、昔は駅前の百貨店って感じだったのかな。まあ、地元の人ならきっと知ってますよね、この規模のやつやったら。まあ、そう思うと駅前からはねもう撤退して久しいですけど、四日市の駅前からね出てった。あ、こっからも乗れるんや。何このシャッチャッチーって言ったらあかんね。質素な。こんなとこから乗れんの。まあまあダンスあるな。南極線は
そこに止まってるやつか。やけくそです。やけくそ監督戦で行く。まさかのバスチケット買っただけで戻っていってますけど、飲み物はまだあるもんな。15時、まあ、4分前です。安心してエスカレーターを利用いただけますよう、すいません、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。なんか200円使うために出て入ってきてって申し訳ない気もするんですけど、でここからこうで行けるのか。わあ、岩徳線だ。岩徳線まで来ちゃったよ。でここで岩徳線が止まっとって、徳山まで行くからそれでいいや。すげえ。で奥に、はい、錦川鉄道が止まってると。岩徳線はこっち向いていくんだっけ。全焼とついてますね。おお、よし、いいかな。よし、ちょっと、